マカヒルホノコです。憧れのロック座にやっと見に行けた。燃えない金庫にあった20代の秘密から。25歳ぐらいだったかな。ロック座にどうしても見に行きたくて、でも女性一人ではなかなか見に行けなくて、やっと見に行けた時のことが書いてありました。見ますと女性客は私一人だけでした。回転ステージに面している席はすでに埋まっていたので、舞台の最前列に座りました。自分を色っぽく見せるのを知り尽くしているストリッパーに私はもう釘付けになっていました。最前列に座っている私に、色気ってこういうものよ、あなたに教えてあげるわと訴えられているようでした。自分の一番いい表情も知っていました。丸いステージの上に怪しげに寝ながら足を上げてからゆっくりと下ろしていき、 M 字開脚になり、丸いステージがゆっくり回ります。目の前に女の部分が来た時に男性客の反応は様々でした。1回目こう目を伏せてまた見る、まあ、友人と来た人たちは多くはそうしていました。金縛りにかかったように拒否している、もうその女の部分を見ている男性のお客様もいました。踊り子たちはその視線に快感を覚えるような表情を、もう本当素敵なうっとりした表情をしていました。入口家のドアが鏡になっているので、踊っている自分の姿が見えているので、踊り子たちは鏡に自分の姿を見入っているようでした。素敵な踊り子になればなるほど、人気の出る踊り子になればなるほど、ファンからもらう花束の数が多いです。ありがとうといったような半開きの唇をした、こう半開いた後に履いていたパンチをファンに投げて、丸台がだんだん後ろに下がってて舞台の中央に行き、そして踊り子が花束をあげた姿に、もう私は震えが止まりませんでした。感動のあまり涙が出てきて思いっきり泣きたくなりました。ラストはメインの踊り子たちが5人が和服姿で出てきました。もう艶やかで日本人の女性って素晴らしいなって改めて思いました。あっという間の2時間10分でした。私たちは女に生まれてきて女を見せることに抵抗を感じる人が多すぎる気がします。ストリッパーの方々は最高の女を出して称賛されている、本当素敵な仕事だなと思いました。残念ながら私には才能がなくできない仕事ですけど、もう忘れられず、もうストリップが忘れられず、通販でこうビデオを買ったんですけれども、ね、こんな感じで通販で買ったんですけれども、やっぱりビデオじゃあの感動は伝わりませんね。私が見たのはどれだったか、ちょっとね、もう今ビデオの機会がなくなっちゃったんで、どれかな、なんか夏の服だって気がするんで、私自身が眩しい夏アイランドな気がするんですけど、その和服姿が夏っぽくなかったんで、もうちょっとこの3本のうちどれのステージだったかはちょっと分かりませんね。もう引っ越しがもう15回以上してるんで、もうほとんど VHS は捨てていましたが、まあ、思い入れが多かったんでしょうね。ちゃんとこう撮ってありました。次回はストリッパーを見た後、お鍋クラブ、今お鍋とは言いませんよね、まあ、お鍋クラブに行ったのを話す予定です。タイミングよく見ていただけたら嬉しいです。アラハタ、アラサー、アラホー、アラヒフ女子の世代ごとの女の差が本音や悩み、ありがちなハプニングを赤裸々に語っています。反面教師になります。皆様は幸せに生きるヒントを見つけてくださいね。世代ごとの女性の悩みを解決できるヒントになる動画を心がけていますが、女性の本音や悩みなどがわかると思うので、男性も楽しめるはずです。若い方々には反面教師だと思って笑ってください。今やるべきことがなんとなくわかり、素敵に幸せに年を重ねるヒントがたくさん詰まっているはずです。チャンネル登録よろしくね。未婚の母と一緒に暮らしたいな、家族になりたいなと思っています。部屋もあります。興味のある方はプロフィールを見てくださいね。反面教師による幸せに生きるヒント、若昼ほのこです。こうね、もうみーちゃんのうちのね、保護猫みーちゃんなんですよ。
もうこの子のね、もう本当この子のご縁で、ご縁ってなんか全てのことって完璧なタイミングだなと思います。もう愛知県の大好きだよ。それではアディオスアモーシーユーバイバイ。